今日はもうやばい、顔がめっちゃすっきりしすぎて目がこんなくぼんじゃってんの。サウナに行って水分抜きすぎてやばい。見て見て 目のくぼみが。やばみちゃん、水分いっぱい取った、水分いっぱい取ったんですけど、もうこのまま喋っていいかな。今日はもうね、もうお腹いっぱいで眠たいです。イエーイ。夜ご飯は作りました。友達が来てました。もう友達が来てて、ショールームもやろうとしたんですけど、いや、なんか深い話をしてて、で今帰っちゃいました。いちごをほとんどあげました。俺さっき友達とオフモードだったからさ、めっちゃテンション高いんだけど、前髪もバサバサのままでした。30分だけのために巻いてあげたんだよ、みんなのために。待って、でも目のくぼみがやばすぎる。今日めっちゃサウナ入ったの。フルーツ美味しそうだった。美味しかったです。美味しかった。お腹いっぱい。前髪巻いていただきありがとうございます。ありがとうございます。蜂蜜いっぱい集めます。集めますじゃないわよ。え？だから働き蜂。今日は鮭のムニエルを作りました。冷凍の鮭がまだあったので。鮭のムニエルを作ったよって前 LINE したん、その子に。その子に LINE したら、食べたいって言ってて、なかなか仕事で食べれなくて、で今日なんか「いちごあるよ」って言ったら、予定あって、いちご私一人で食べきれないから、で持って、いちごを食べました。あと私がご飯作りました。その子も卵のやつ作ってくれて、めっちゃ美味しかったです。はい。 みんなは何のご飯食べましたか？ご飯を見せてあげるね。作ったご飯は、こちらになります。で、こちらが鮭のムリエル。これはお友達が作ってくれた卵焼きです。ほうれん草とカニカマと、あとバター風味ですね。料理上手。任せてください。
あとこちらはネバネバ森になります。ネバネバネバールくん。これは長芋とオクラと納豆と鰹節が入った超健康にいい食べ物です。そしてこの上に見えるね、海苔で巻いて食べるんですよ。これがね、超美味しいんですよね。友達がなんか食べたいものあるって言ったの。なんか鮭のムニエルだけ食べたいって言ってたから、いや鮭のムニエルだけかと思って、他に食べたいものあるって言ったら、オクラって言ってきたから、え？オクラだけ？と思って、なんかないかなと思って、オクラ、家にね、オクラがあって、あと、長芋とオクラで食べたら美味しいんじゃないみたいになって、で、まあ、とりあえず納豆も買ってきて、え、じゃあ海苔で包むねって言って、海苔をその子が持ってきてくれました。元気でそう。めっちゃ元気出た。イェーイ、元気。あ、ここは開いちゃった。あは。レシピは自分で考えた。はい。私は大雑把なんで、もう調味料とか醤油とかお酒とかめんつゆとかだしとかはもうほんと目分量っていうか、もうちょっと目分量で、もう適当なんで、大雑把なんで測ったりしないです。って料理できる女子って言いますよね。はい、私は言えるくらい料理をしないので、今ちょっと行ってみたくなって行ってみました。スクショしないでください。スクショタイムの時にしないと怒りますよ。 はい、いつもとキャラが違う気がする。友達いたからテンション高いんだと思うし、サウナで整いすぎてもうなんかおかしくなったんかな。 まあ、たまにはこういう日があってもよくないですか。最近ご飯食べに行けなくてごめんなさい。そうだよ、メールでも言ったけど、私のメール取ってくれてるみんなに言ったけど、いつもご飯作って待ってるんだよ。うん、待ってるんだよ。から早く来てね。5番目面白かったです。本当に？たまにはああいうね、萌え萌えみたいなメールも欲しいかなと思ってしてみました。どうでしたか？ありがとうございます。よかったっていう声がいっぱい耳元に聞こえて、すごく嬉しかったです。明日行くね。明日か。今から。今からですよ。だってみんなさ、何でもさ、明日から。明日から明日からって言うじゃん。ダイエットも明日から、明日からダイエット、明日から真面目に勉強する、明日から中間テストの勉強する、明日から仕事頑張る、明日からなんて言葉はもうないんですよ。今です。ひだメール最近の楽しみです。ありがとう。嬉しい。ひだメールたくさん送ります。私さ、普段写真撮らないので、アイドルなのに普段写真撮らなくて自撮りしないので、なんかイチゴの写真とか送っちゃってごめんね。なんかごめんね。その代わりとっておきのグラビアの写真今度送るから、プラマイゼロっていうことでいいかな。ありがとう。
明日から勉強するって言い張ってたので今からやります。今の説教ママキャラ？ママキャラ？ママキャラって何？もっと1時間くらいやりた、本当はね友達と配信したかったんだけどね。深い話をしていたらもうこんな時間になっちゃったので。いつも私がその子の家に行ってるんですけど、まあ、地元の友達で。もう大学もずっと一緒だった子なので仲いいんですけど、私がいつもねご飯を作ってもらっている立場なんですよね。だから平屋のご飯今日楽しみって言って来てくれたんだ。お友達来るだけなら、うん、前も出てたし。でもなんかすごい言われたのが、私ってさ、なんかこう落とした時に「あーん」とか「にゃーん」とか言うじゃん。なんか不意になんか「わー」みたいな声が高くなったりふざけたりするじゃん。だ友達の前だとなんかみんなに出してるより友達の前だとすごいの、それが。なんかすごいふざけて、なんか「今日はあやちゃんのご飯食べてねー、イエイイエイ」とかなんか言ったり。決して酔っ払ってないですよ。今日はお酒は一滴も飲んでないんですけど、なんか友達の前だと心許せる。もう超ふざけてんの。ご飯作る時もネバネバ、なんか今日はオクラと納豆との山芋があったんで「ネバネバネバールくんの登場です」とか超バカなことやってたんですけど、友達はいつも、まあ、冷たい目でこうやって見てくるんですよ。笑わないで。だけど今日はやっぱり私のこういうとこが映ったって言ってて、え本当に映ったのかなと思ったら、なんかすごいめっちゃふざけてて「なんか手伝うことある？」みたいな感じで言ってきて 私本当になんかいつも私がそういうことすると、そう、その彼女は、めっちゃっていう表情をするので、私も我慢してやろうって思ったの。でも本当にできなかった。普段やらない子がああいうふざけるとめっちゃ面白いよね。そう、友達が私化してるの。私自分もなんか平屋化するつもりはなかったけど、なんか平屋の感じがちょっと映ってきちゃったみたいな。か平屋って元から B ちゃんみたいだよねって言われた、喋り方とか そうかな。いや結構あれ B ちゃん頑張ったんだけどな。だって舞台の前からさ、もう B ちゃんとは違う、ふざけたりするけど声高くなるけど B ちゃんとは違うと思ってる。うん、その会話に混ぜてほしい。うん、なんか結構やばいやつだと思う。私は自分でやばいやつだと思ってないですよ。やっぱり自分のこと好きじゃないとね、この世界やってけないんで。だけどなんか友達にはなんか平屋って、この間も別のめっちゃ仲いい5年くらいも長い友達とカフェ行ったんですけど、本当に踊ってる？本当にキラキラアイドルしてる？彩香ってって言われて してるよって言って、この間の舞台のリハ映像見たらびっくりしてた そう、舞台のリハの映像とか見せたら「えこれ彩香？」とか言ってびっくりしてた。うん、
友達の場合だとおちゃらけちゃうよね。でも結構人見知りだからあんま初めての人とかにはもう超地蔵です。お疲れ様です、感じです。ジュリエットは出ないかな。おお。ちょっとうるさいから切ろう。ギャル超かわいい、遊びたい、はいはいはい、ギャル。ジュリエット、え、ジュリエットのセリフ覚えてるかな。ありがとう、ごめんなさい。君はまるで世界に輝き方を教えているようだ。いけません、唇は祈り誓うためのものですわ。祈り誓うためのものですわ。やばい、もう忘れたかも。私バルコニーのシーン、ロミオ、ロミオ、あなたはどうしてロミオなの。モンタギュー家との縁を切り、ロミオという名を捨てになって。そうすれば私もジュリエットの名を捨てます。私の名前と言っても、それは私の敵と言っても、それはあなたの名前だけよ。モンタギュの名を捨てても、あなたはあなた。モンタギュって何よ。手でも足でもない、腕でも顔でもない。だから別のお名前に。名前って何よ。パラと呼んでいる花を別の名前にしてみても、素敵な香りは変わらない。だからロミオという名前をやめたところで、素敵なあなたは素敵なままよ。ロミオ、その名を知って、そしてその代わりに名もない私を受け取って。受け取ります、そのお言葉通り。誰、その口を隠したって声でわかるわ。意外と覚えていましたね。なんか多分もう喋り出せばもうどんどん多分出てくるな。呪文みたいな感じなのかな。じゃあジュリエットを B ちゃんでやってみようかな。あー、おー、ロミオ、ロミオ、あなたはどうしてロミオなの。モンタギュー家との縁を切り、ロミオという名を捨てになって。そうすれば私もジュリエットの名をやめます。私の敵と言っても、それはあなたの名前だけよ。モンタギュの名を捨てても、あなたはあなた。モンタギュって何よ。手でも足でもない、腕でも顔でもない。だから別のお名前に。名前って何よ。バラと呼んでいる花を別の名前にしてみても、美しい香りは何も変わらない。だからロミオという名前もやめたところで、素敵なあなたは素敵なままよ。ロミオ、その名を捨てて。その言葉通り受け取ります。誰、その口を隠したって声でわかるわ。待って、おもろくなってきちゃった。なんかあと面白いとこあるか。最後のシーンはね、なんか真面目な感じだから B ちゃんでやってもつまんないよね。
じゃあルジエットが一回帰っちゃってもう一言だけみたいにやっとくにしようかな。だだだだ、もう一言だけ。ねえ、次いつ会えるかな。あの公園で。わかった、あの公園。あーでもその時まで20年あるみたい。どうしてここがわかったの。やばい、セリフが忘れちゃった。そうしてあげたい。でも可愛がりすぎて死なしちゃうかも。おやすみ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 。別れたくないよ。朝が来るまで。おやすみを。言い続けていたい。バイバーイ。ジュリエットバイバイ。あ、ジュリエットじゃないわ。ロミオ。バイバーイ。逆に B ちゃん蜂の巣をジュリエットにしたらどうなのかな。ハチ先輩おはようございます、新人の B ちゃんです。でしょ、ハチ先輩おはようございます、新人の B ちゃんです。だからジュリエットやると、ハチ先輩おはようございます、新人の B ちゃんです。優等生っぽくね。働き蜂さんですよね。蜂蜜いっぱい集めます。あ、これお母さんが縫ってくれて。女王蜂なんとかなんとか。え、だから女王蜂様のなんとかだよ。あ、すごい素敵です。でんでるんでんみたいな始まって、おい、そこの竹下通り、お前だよ、そこのひらひら。はい、誰だよ。今日から入りました、新人のピーちゃんです、よろしくお願いします。お前、蜂の巣がどういうものか分かってんのか。はい、女王様ただ一人のためにみんなが働くんですよね。おしゃれして恋ができるのも女王様ただ一人だけなんですよね。謙虚 B ちゃん。謙虚 B ちゃん。謙虚 B ちゃん。でも難しいね、逆にすると。かわいいって、かわいいって罪って、うん、ジュリエットでやると B ちゃんは可愛いって罪だから、 B ジュリエットだと可愛い。待って、できない。できないの、待って待って。うん、可愛いって罪ですよね、みたいな。そろそろ時間です、皆さん、時間です。じゃあ読みますね、もうちゃんと平屋で読みます。1位タンさん、2位ノブさん、3位ピアノマンさん、4位ナハハンさん、5位元祖ユーティーさん、6位サトシーさん、7位ピータさん、8位ウエトッチ、9位ハーマンさん、10位ラブイチゴちゃん、11位コータさん、12位プリンさん、13位キャプテンアクアさんです。ありがとうございます。あ、なんか今日めっちゃテンション高くて、テンション高いままショールームしちゃってごめんなさい。ありがとうございました。今日はちょっと疲
クショはいいんだけど目がやばいからこれで。これでスクショしてください。ありがとうございました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 。また明日な。バイビー。イ。バイバーイ。おやすみ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 。早く寝ろよ。おやすみ。